はい、コバミントンの小林です。今回はですね、僕のチャンネルをお手伝いしてくれる方をねちょっと探してて、で急遽ですね僕の後輩のお友達にですねアポイント取ったら協力していいよって、まあ今日ねとりあえず話してみないとどうなるかわかんないんですけど、今からですね横浜の方に向かってですねお友達に直談判で協力してくださいっていうねところを取っていきたいと思います。まあね本当に今日決まっちゃうんで、もしかしたら僕がねやろうかなと思っててももしかしたら断られちゃうかもしれないんですけど、まあこれからね実際に会ってですね僕の構想だとか思いだとかを伝えて、お友達にねなんとか説得して一緒にねバドミントンのチャンネルをやってくれるかをね説得していきたいと思います。ではですね今から横浜の方に向かって待ち合わせの場所に行きたいと思います。では行きましょう。はい、今からねこちらのビルの中でね待ち合わせです。いやめっちゃ緊張すんな本当。もうねバドミントンね終わってから10年ぐらいねその子とも会ってないから、あ10年じゃないな3年かなぐらい会ってないからな、めっちゃ緊張するよ。はい、こちらのビルでね待ち合わせしております。早速行きたいと思います。はい、ということでですね横浜のところで今お友達と待ち合わせしてて到着しましたね。じゃあ今から友達のところに行きたいと思います。あーローマンくん、あこんにちは。どうもローマンくんです。ねえロホマン君久しぶりです。お久しぶりです。昨日ねロホマン君にちょっとインスタグラムで連絡させてもらって、急遽ねもう次の日に会ってくれるというもう素晴らしいお方でございますロホマン君ね。もうロホマン君そうね出会いって言ったら僕が多分ね大学3年生まあ1年生とか、あでも3年生かな4年生かな、そんぐらいの時に自分のお世話になったっていうか、まあ、卒業した学校の顧問の先生がやってるバドミントンの部活動の指導行った時に一緒に練習に教えてくれてた、はいはいはいね、ロホマン君来てて、それの出会いだから言うてもねそんなに長い、でも言うても8年とか9年とかもう付き合いあるもん ね長いね。確かにそめっちゃ長いよね。ねえそんぐらいの出会いっていう感じなんですけど、ロホマン君のちょっと簡単にね自己紹介してもらいたいなと思うんですけど、はい、ロホマン君いいですか。あはい、名前はロホマン・テヒンと申します。すごい名前だね何、まあ、海外の人なの。ちょっと純日本人です、うん、はい、まあ、生まれも育ちも日本で、うんうん、でまあ、一応年齢は今今年で、あ、まあ、今22歳で今年23になります。バドミントンはもう今11年かな、うん、11年目ぐらい、まあ、12年目になるぐらいです、うん、はい。でまあずっと神奈川でバドミントンしてて、で高校は川崎総合科学高校、うん、いやすごい強い学校だね。いやもう、うん、トップだもんね、うん、そうですね。でまあ一応大学はスポーツ推薦で、うん、まあ小林先輩と同じ、うん、まあ、日本体育大学に。そうだよね、立体大だよね。まあちょっとまあ1年でやめちゃった。やめましたびっくりだよねそれもね、はい、うん、まあ、ちょっとまあ諸事情あって、まあ、全然嫌になったわけじゃないんですけど、うん、まあ、やりたいことができてそれに向かって頑張ろうってことでやめちゃいました。なるほどね、はい、すごいね。今さバドミントンとかやってんの。あまあしてます最近は。どんな感じ。まあ、ちょっとまあ大学時代のまあ友達とか、うん、まあ、全然日体大とかじゃなくて、うんうん、まあ、もう中高とかでも結構東京とか埼玉とかで強かった子たちとも今まあ縁あって一緒にバドミントンができてて、まあ、もう本当に週 2,3 ぐらいで。あでもやってるじゃん。やってますやってますすごいね最近は、うん、へえそうかそうか。じゃあもう今もバリバリだね。いやまあどうなんすかねもう俺さバドミントンっていうバドミントンコロナが始まってからさ体育館使えなくなっちゃってできてないんだよね。ああ確かに。あもう2年ぐらいかな、はい、1年ちょっとやってないんだけどもね、はい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 、昨日ねちょうどさチャンネル始めようって思ってさ、はい、自己紹介のやつ撮って、はい、まあ先に出てると思うんですけどもうね9年ぐらいやってないから老朽化してるって体がもう多分バドミントン今できないんじゃないかなって思っちゃうからさ、はい、大変なんですけど、まあね
すごいよ、ロマン君とね、あの一緒にやっていきたいなと思って声をかけさせてもらって、まあ、一緒にやっていくことがね、まあ、今日決まるっていう感じなんですけど、まあね、ちょっとさ、コバミントンってね、どんな感じなのって、昨日ちょっと電話はしたんだけど、やっぱそんな深く話してないし、どんな感じなのかってちょっとね、伝えさせてもらうと、まあ、コバミントンの目標というか、ミッションは、あのバドミントンを世界一のスポーツにするっていう、もう壮大な夢に向かって頑張ろうと思ってます本当に。で、はい、まあ、今さ、数々のバドミントンに関するさチャンネルってもうさ、俺からするともうトップ選手の人たちがやってくれてるわけな。それこそさ、タコさんだとかさ、ね、桃田くんだことかさ、奥原さんだとか、もうほんとさ、指導者で言ったらホセマレさんだとかさ、まあ、俺の後輩なんだけどさ、アリチューブっていうのもめっちゃ人気だしさ、なんかもうほんとね、バドミントンのチャンネル結構人気な人たちがさめっちゃあってさ、はい、ね、で、まあ僕に何ができるかなと思ったんですよ、はい、そんな素晴らしいチャンネルいっぱいあるから僕何できるかなと思ったんですけど、やっぱさ、初心者とか、まあ、中級者だとか、まあ、でもさ、それでも中級上級でも楽しめるバドミントンのチャンネルにはしていきたくて、はい、でやっぱそのなんだろうな、こうバドミントンをやってみたいなと思った人が楽しめたりだとか、やってる人たちがもっともっとこうね、上手くなるためにはどうしたらいいのかとか、なんかいろんなさ、バドミントンに関係するこうチャンネルにしていきたくて、だからまあバドミントンのさ、言うなんだろうな、何やる人のユーザー人口っていうのをさ、まあ今もうほんと桃田くんとかの影響でめっちゃ増えてんだけど、まあコビントンのチャンネルでもっと増やしていきたいなと思ってるんですよ。で、まあそのやつをやるにあたって一人だとやっぱどうしてもさ、あの限界があるというかできないんですよ、はいはいはい、でまあ、 あのバドミントンって打ち合い対人の競技だから誰かいないかなってめっちゃいろんな人を探してもうね、ほんと探すの超大変でした。ああ、でも心よく、まあ、ローマン君が話聞いてくれて、まあ、今日会ってるんですけど、ちょっとねそんな感じでやろうかなと思ってるんですけど、お力貸してもらえないですかね。いや、もう全然僕でよければ。マジですか、はい、マジで嬉しい。お、はい、いや超ね、嬉しいです、はい、いやもうぜひね、あのローマン君、じゃあ今後ね、あのローマン君とこちらのコバミントンでですね、はい、いろんなコンテンツをお届けしていきたいと思いますので、まあぜひぜひ楽しみにしてもらえたらなと思います。ちょっと握手しましょう、はい、ここで。ありがとうございます、よろしくお願いします。ということでね、まあ、今回は急遽ね、時間作ってもらってお忙しい中ね作っていただいてね、ロホマン君、はい、直談判でお願いしてみたっていう動画をですね今回ちょっと お送りしましたけど、いかがだったでしょうか。まあね、いろんな動画アップしていくんで、バドミントンがね興味あるだとかね、バドミントン好きだとかね、そういう方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。コメントなんかもね待ってますんで、ぜひよろしくお願いいたしますね。まあ、これからいろいろ楽しい動画をアップしていきますので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ってことで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。